はい、これ花子の花子から来た。あ、どうしたの？あの先生が昨日、あ、何日、金曜日、うん、名古屋でも燃えたいつ頃、うん、そこで持ってきたんだって。なんでこれサーパーね。後で食べましょう。おはようございます。中の国見からなといびしが中夜平成29年の12月の10日旧暦は10月の23日の日曜日なといびやたい。はい、のがら昼間ティーラパチパチしあちさんね、朝びしが朝よや、肌持ちのゆたさんは通り過ぎて日さいびんやたい。はい、遊び事は道から変わんよたい。マスクソール方々が多く見られますよね。私まあ、那覇マラソンの、まあ、12月の3日に終わったんですけれども、ヤイビー氏がやはり生ハイシミシェル方々が大さいびにやたい。疲れてはないかねんちょむやさびー氏がやっぱしあちゃんハイソルチョ終わったぐとすぐストップというわけにはいかないので、またウォーミングアップ兼ねての走りだと思うんですけどね。はい、いいわちちそういびしがまた天気がくじりらんがやんち半分のしわやいびしが、まあしわそちねのめなち過ごすことができませんのでね。はい、一日一日大切に、まあ元気で暮らせればいいんじゃないかなーって思うといびん。中はね、ウルクからちょいびしが、あれは、泊まりの近くの方で、朝の大掃除をやっておりまして、あれ市民の方だと思うんですけれども、放置と袋を方見て、放置かちそういびいたんやたい。ああいうのを見るとやっぱし嬉しいですよ。はい、やっぱし国際通りにねからな観光団の花へ見事よたい。あまなりぱわっちゃちりんわに掃除かちさんとやっぱしはい良くないと思います。だからめえなち掃除し踏み掃除よたいはね、ウルクから背後越し来るわけにいかないので、わたみやわたみでまたやっております。ということで、11時から1時までの間、ユーシリティチャービタン、いつみでびる、中夜話のともこと、宝富子を大使、うつづきせいやんちむといびん、中音ゆたしく、おにげさびらたい。
はい、おはようございます。はい、おはようございます。トモコ元気ね。元気よ。あ、そうね。うん、はい。あらあら、キサーの近く町調子がゆいゆいのあの CD 持ちねんごと山本ちとらさんなちまたもう撮って、はい、今撮ってきて、入っておりますけれども、はい、いい天気ですね。いい天気やんや、うん、風もそんなないし、あ、それ一昨日が寒かったね。やだんや、昨日もいいあの天気だったし、まあ、昨日もあんまり風はなかったなかった、静まっていたね。あ、じゃあ地の途中と火事があんまりね、洗濯日和ではあるね。よし、ね、うん、はい、がこもてティータパチパチしてしすぐと、洗濯もさえ外出するっていうのはちょっと危ないと思いますので、うん、まあ近くに行くほどだったらいいと思いますね。はい、はい、はい、中央は娘は一生懸命洗濯をやっていたんですけども、うん、はい、わねちょおるくやいびしが、ちょいおるくやいびら、おるくからちょいびしが、はい、中央隊、国際通りを通って、沖縄ジョイスポ第1回オリンピース委員国際通り2017出会い、国際通りを通って、うん、かけっこをしたり、はい、とても、ね、そこにはですね、オリンピースイン沖縄、あ、はい、オリンピース国際大通り2017輝けいい汗いい笑顔を国際通りで初めての大運動会ということで、中の1時から6時まで、うん、むつみ橋交差点から牧師駅交差点、牧師駅っていうと、あら、ちょっと短いような気がしますけどね。はい、大丈夫からもう言ってたね、うん、その大運動会がありますので、ぜひ今ラジオ聞いてるご通用国際通り会なんかレンジェンダンさんち、はい、ね、イミシェル方中開会式へよ、聖火リレーからアイビンド朝うちなぐちのラジオ体操、また各種演技、またエリアではちびっこエリアのストリートダッシュ大会、うんうん、はい、ごごやびんやったい、そして団体戦の親子競技と盛りだくさんということで、家族友人職場を誘ってお気軽にご参加くださいということです。直接国際通り会中心マシエビンやったい、まあその時は出店も出てると思いますし、あのお披露国際通りんじやんりあい生から準備しんじてマネアイビングと、ぜひ年に1回は国際通りのそういう遊びも見てはいかがでしょうかということです。ぜひ中1時から6時までレビングと、まあなんて言いますかね、服装はもう軽くやって、うん、もうパンプス8アイドレスつけていったらとんでもないですよ。運動靴に、まあ、スニーカーに、トレーナー上下つけていったらみんな参加できると思いますので、ぜひ、チャタンカラン足部が面相地組みそうるよっていうお知らせやいびんやったい、はい、はい、それから、うん、プロ野球、はい、大谷がエンジェルスに行くということで、はい、うん、これも沖縄話題になっておりますね、うん、はい、なーもよし、投げるもよしだもんね、安息チャンスがな、いや両方やるって、あん、自身も違って、また日本の野球選手たちがもっともっと頑張ってもらわないとね、うん、大丈夫よ大丈夫、紛れがとんじたいね、またそれ相当の紛れを作らないといけないので、うん、それとですね、今日の新聞見ますと、バスケットダブルハイ沖縄市、2023年ということは1が3カ国で共催ということで、うん、県内 8カ国で予選ということで、これを沖縄市役とまともこ夢、国際バスケットボール連盟、うんうん、連盟は9日スイスで中央理事会を開き、2023年の F1、うん、これバスケットボールのワールドカップが、うん、開催されるということですね。俺がもちろん一丁や、インドネシア、フィリピンの3カ国、はい、それからそう沖縄市を、はい、正式広報
はい、として、はい、どうして予選ラウンドが、開催されるということですね。これも決定したわけでしょ、うん、そうでしょうね、ティーパチパチ、はい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 、なもううち何回著者山市へ便やったい、そうだね、はい、っていうのがこの名の、まあ、那覇マラソンのあれでも ね1位、2位、3位、1位県勢が入っておりますし、またゴルフもそうだし、うん、もううちのやな生スポーツではもう大ニュースですよね、重量挙げもね、ああ何十年ぶりのあれはね、銀メダルなんですよ、重量挙げの、はい、金から銀に落ちてるわけよ、うん、はいはいはい、でこの糸数選手がアグニ出身で、はい、アグニ出身で、アグネアラン久高、久高でした、ごめんなさい、自分出てくるあらって言ってもあらん、久高でやね、久高のがにね、頭がちゃう、久高んかもしれんや、一緒に写真撮ってるのを嫁が写メで送ってくれたわけよ、そしたらわたわらベンチャーとそんなに背は変わらんわけさ、長男とはちょっとの差で今だったら越すんじゃないかねと思うんだけど、背は小さいんだけど力持ちや、糸数選手 ねただ残念なのは今度は金じゃなくて金じゃなくて銀になったっていうことで、うん、反省の言葉があったんですけど ね、うん、また次は金に戻るんじゃないかな、期待して取るって大変なことよ、期待をしております、はい、と、はい、いうことで朝や朝からモルスポーツの話引き、そういう道が、うん、今日またいろいろお知らせもありますからね、はい、波平さん、はい、オンジガム町の登り海星人さんの勝ち走り曲かけや中国際通りを送信しましょうはい、中やなもう国際通りは生から出店の準備したりとかで大わさばさ、大わさばさソウルはじめびぐと中夜はね、のぼりかせじさんの 何かけますかって、等身どいい、何でもいい、かちゃん新曲であれば何でもいいですよ、ラジオからね、はい、おのぬえちしまびさん、うん、かちゃん新やで、おあいいね、おいいね、はい、ひやみかちや国際通りも跳ねかしてもらいたい、はい、うん、はい、はい、ぜひですね、国際通りもグッドバーにいるも基準こないビーグツヨタイ大いに発するして楽しいやも催し物にしてほしいと思います、はい、どうせシェーゴアさんのお達し、
はい、中野国際通りの第1回オリンピース委員国際通りの大運動会の話しさがちな、信川聖子さんの私冷やみかちの曲をお続きされたしが、はい、本当に国際通りに商売を見せる方々冷やみかち中野も基準君清総理を与え、はい、また出店もいっぱい出ると思いますので来るでもあるしね、まあ、はい、うん、お昼をな国際通りにかまらなあんち一心マシアランガヤンチもといびしがものちょくてかもしがろなんじゃいびし国際通りんかんじやい天の出店もきらがしなあまんじ校長さがてくみそうりょうたいはいなわんちょの宝富子からお願いやびと、いうことで実はですね、はねこの新聞で見たんですが、これ譲り場の春っていうのが、あって、これは劇団タンポポさんがお芝居をするんですが、この、お芝居はですね、家で見とるか、それと、もしあなたの家族が家で死にたいと言ったらあなたはどうしますかってクエスチョンマークがついてるわけね。で俺はねおろくの婦人文の方に持っていったら、うん、いろいろ決め事があって最後にこの話をしたらみんな耳に入れてないわけよ、あ行きたくないんだなんてもやいわね片時期やあまに浅い電話 どこでやるの。これはねこれは必要だよ、はい、12月の14日、浦添の邸宅ホールの大ホール等で、はい、6時半会場で執事が開演なといび、うん、朝いよたい、すぐ名護会と場合、うん、名護の大、名護市民会館の大ホール等で、これは会場が1時半、開演が2時、そして戻ってきて次は嘉手納町で、嘉手納文化センターの大ホール等で、これは会場が3時、会議が3時半となっております。で、この話をですね、電話番号まで書いてやってたんだけど、婦人部の反応があんまりなかったもんだから、ああ、いかんかん、現実は、いや、あんまり興味がないんだな、ってもやりかい。まあ、からんか、片付き停止が、まんかが片付きたらわからん。ラジオ沖縄を聞いていたらこの話が出てきて、浦添医師会の電話番号を教えてもらったわけ。あ、医師会の、はい、これ医師会が主催になってる。うん、そしたら、あ、これ医師会が主催じゃないですね、文化庁文化芸術振興費補助金ということになっておって、平成29年度文化庁劇場音楽堂等活性化事業に手助けをやってますね、うんうん、でそれは浦添医師会の方々が新聞等に、載せてもらって、はいはい、見てやってたんですけども、みんなチェックしてお録に持っていったんだけど、あまり応答がな何も答えも何もなかったから、うん、でたまたまラジオを聞いてたら浦添医師会の電話番号を聞いたからすぐ書いて、うん、浦添医師会に電話を入れて、でやったら私おろくからですけどって言った、那覇にもありますよって聞いて、じゃあ那覇の医師会の電話番号と場所を聞いて、はい、場所分かったもんだから娘に連れて行ってもらって、あその那覇はもう終わったわけ。いやいやいや、まだ14日浦添邸宅木曜日、はい、うん、そしたらこれが5時からだから仕事終わってから行けるわけね。で都心会すぐ電話かけ合い、ぐとぐとしやしが興味あるんじゃこと、富子さんこの間言おうとしたらもう終わりよったから話ができんかったさんり合い、じゃあ行くねんり合い、男性5名車1台で行けるような5名をまず声かけしてみようり合い、やって、でもう一人また電話入れて、また集まる時にチケット買ってきたのって聞く人がいたから、うん、この人に電話入れて、今チケット取りに行くところですけどどうしましょうかんじゃことは、じゃあ自分の2枚を取ってきてほしいということで7枚沖縄、那覇の医師会に行って7枚買ってきたんですよ、うん、はいはいはい、で14日は待ち感って言わしてるんですけども、うん、でも本当これ大切なことだね。ぜひですね、はい、これはですね
南部、中部、北部とやっておりますので、南部からやって北部に行ってまた中部に来ますので、ね、ぜひですね、これ見てほしいと思います、うん、わたんないいい年頃なトイビウムとこういうのはとても関心がありましてね、このゆずりの葉の春っていうのを見た時に、あ、これは自分も見に行かなくちゃいけないねということがあって、すぐ問い合わせをしてやったんですけれども、ぜひですね、生ラジオ地上に見せる方、これ茶壇ではございませんのでね、カデナが一番近いね、はい、12月の17日の日曜日の東海便、カデナ文化センター大ホールと大美市が自治営業、これよ医師会でしか売ってないのチケット、おお、はい、じゃあもし茶壇のあれでって言ったら どこで買い、ちょっと待ってよ、北部医師会、中部区医師会、茶壇屋のアマンカシエのが58号線越えて向かいに、あま石川ランティ、あそこはのあじゃないの、健康、うん、そうそうそう、うん、あっちも医師会になってるんじゃないかな、 あそう、うんうん、でね、南部地区医師会でしょ、那覇市医師会、県内、医療関係のところはみんな取り扱ってっていうこと、はいはいはい、名護でしょ、浦添の手田子ホール、浦添市役所の販売店、そして浦添の医師会、うん、でチケットを取り扱っておりますので、うん、自分や万華池下もがやりね、ぜひね、はい、クイチチを口へ寄たい、ね、はい、口へ寄たい、父も鳴らしするための口へ寄りと、みんな聞きながらこのチケットをですね買い求めて、ぜひぜひ見てほしいというのがありますね。ウランカやこの物語の一部を書いてありますけれども、うん、まあそれを読んだら意味がないから読まないと思って、うん、はいはい、読まないでおこんちもといびしが、はい、ぜひこの興味のある方はね、うん、はい、もし生看病されてる方が、うん、ほんね、病院時あるしかやんか警部ささにね、やぬ方々がどう思うかっていうお芝居ですから、うん、ぜひぜひ見に行ってくださいということで、はい、この曲にマッチした歌があるかどうかということはまた探してネビラン、アンサビーグとチャーサビーガと国満海洋隊石原由美子さんのアンマーリーの歌がアイビーグと、はいはい、このアンマーをおかけしたいと思います、はい、ナミラさん2番ですね、はい、やはりこのアンマーの歌詞やっぱしどうやまあから生まれた感じね、親から稲子の親からなしまりさっといびいことやたい、さにちけおといえびしがまらしておかるえびしてそうだよ、はい、あすぐとこのゆずりの葉にいえいえ合ってんじゃないかなって思って、うん、いいね、長屋石原恵美子さんのあんまりの歌おかきせやじむといびん